灰谷健次郎っていう天才作家の話をしたいと思うんですけど、自分がこの灰谷健次郎作品に初めて触れたのは小学校4年生の時、うさぎの目っていう本だったんですよ。で、主人公が臼井鉄三っていうちょっと風変わりな、まあ、学校に行ってなかったと思う。で、かつ口を聞かない、誰とも口を聞かないっていう頑なな少年で、でもその裏にはすごい普通の人が持っていないような着眼点だったりとか生き様だったりとか、まあ、生活環境とかっていうのがあって、あの担任の小谷先生がいろんなことを学んでいくっていう、まあ、小谷先生の成長の作品だと思うんですけど、これあのよかったら読んでほしいんですが、あのその時に初めて灰谷作品に触れて、あ、この作家さんはその世の中では登校拒否児だとか問題児とかされている人の素晴らしさ、その影の部分にこの人は実はみんな気がついてないだけですごい才能とか秘めた美しさを持ってますよっていうことを伝えてる人だなって思ったんですよ。まあ、闇に光を当てて、その闇を消すっていうか、あの、例えばこう真っ暗な部屋で電気のスイッチをポンと置くと、ポンと入れると、パッとライトがついて、その部屋全体がパッと明るくなるじゃないですか。そうすると、その部屋には、この空間の一部だけドヨヨンと真っ暗いとかっていうのはもうなくなって、電池をポンと入れた瞬間に、パッと晴れ渡るというか、明るくなるんですよ。灰谷さんの作品ってそういうイメージがあるんですよね。なんか今まで、なんか汚いものとか、触っちゃいけないものとか、あの、許せないものとか、そういうテーマ、例えば自然破壊とか、あの、例えば障害がある、まあ、知的障害があるような人たちに対する いじめというか、あの、対応の悪さとか、優しくなれない人間性とかに対して、電気をパチッパチッパチッってつけていくっていう、そんな感じ。で、次に読んだ作品が太陽の子っていう作品だったんですよ。で、これは、ちょっと今、ネットなんかであらすじなんかを確認してみると、ちょっと自分が覚えていたあらすじと随分違ったので、ちょっとびっくりしてるんですけど、ちなみにうさぎの目はもう5回か6回ぐらい、もしかしたらもっと読んでるんで、かなりストーリー的な入ってるんですけど、太陽の子は多分2回ぐらいしか読んだことがないんで、ちょっと曖昧ですよね。で、昔、まあ、大学生ぐらいの頃に読んだものなんで、今から20年以上前っていうことで、ちょっと自信がありません。なので、自分にどこが印象に残ったかっていうことだけをちょっと話すと、太陽の子の中では、ふーちゃんっていう知的障害のある、まあ、女の子が登場人物、主人公なんですけど、沖縄の人は、そういう、まあ、障害があって、ちょっと知恵遅れのような子でも、対等に扱う。むしろ、どちらかというと、神様からのギフトっていう感じで、天使のような扱いを受けているんだっていう感じでストーリーが進んでいくんですよ。で、そこは自分の中ですごく価値観を揺さぶられたっていうか、パラダイムシフトが起こった場所なんですよ。あ、知的障害と一般的に世の中では扱われていて、まあ言ってみれば少し、下げ詰まれているような存在は一部の人の価値観でしかないんだ。よその、自分が知らない、例えば沖縄っていう国に、国じゃない、沖縄っていう地域に行くと、そういう人たちは、むしろ価値観が反転して、神、自分の認識不足で、世の中の現象を正しく捉えられていないんだっていうことに、すごく気づかされたんですね。で、実際自分は、あ、沖縄ってどんなところだろうと思って、大学時代に沖縄に足を伸ばすことになります。これはまた機会があったらまたそんな話もしたいと思うんですけれども、そのまあ太陽の子の中でその知的障害を持った子が神様からのギフトっていう、まあ、取り扱いを受けるっていう話と同じ頃に、その作品の中だったか別のリソースだったかちょっと記憶が曖昧なんですけど、ネパールとかインドとかあちらの方の国では両性具有、まあ、つまり、まあ、両性具有とか、範囲用とか、インターセックスとかって言われるんですけど、一つの体の中に
男性と女性の両方の性器を持った人という人がいるんですよ。でヒンズー教だったか、インドとかネパールとかあっちの宗教の方ではヒジュラと呼ばれて、あちらの方カースト制度とかが非常に根強く残ってますけど、このインターセックスの人たちはヒジュラと呼ばれてアウトカースト、もうカーストから出てる、だから日本で言うと死の交渉みたいな、そういうカーストからもう出て聖者扱いされる、聖者、アラヒトガミ、現に人が神って書いてアラヒトガミ、このヒジュラたちはアラヒトガミとされて神と交信できるものというふうな立場なんですよ。でもじゃあ日本でどうかっていうと、自分自身もトランスジェンダーで心が、インターセックスではないですけど、言ってみれば、精神的なインターセックスっていうか、体は女性だけれども心は女性ではない、男性だ、あるいは両性持っているっていう感覚があるわけなんですね。で、トランスジェンダーとか、性同一性障害とか言われますけど、少し前まではなんか恥ずべきものとか、なんか隠しておかないといけないとか、人には言えないようなこと、間違ってできた作品みたいな、そういう印象を持たれてたと思うんですよ。理解されないというか。最近はちょっとその風潮変わってきたなと思ってるんですけど、だから今までこう自己否定をしてきた、隠さないといけない、こんな自分はなんか失敗作だ、人様に受け入れられるはずがないと思っていた自分と、でも太陽の子で読んだようなこう障害があるような子、あるいはこう知的知恵遅れのような子の方が逆に大切にされる、何をするにもゆっくりだとか、そういうふうなのが逆にいろんなことを気づかせてくれて自分たちに必要な存在なんだよみたいな、そういう貴重なありがたい存在というふうに見る文化もあるわけなんで、だから自分自身こう性同一性障害ですとかトランスジェンダーということを恥じる気持ちもありつつ、どこか無意識のレベルで、潜在意識のレベルで太陽の子で、灰谷健二郎作品の太陽の子の中で描かれていたそういう世界観もどこかで信じたいという気持ちがずっとあったんですよ。で結局同じ現象、同じ世界に生きていても、その事象、その物事をどう捉えるか、どういう視点で見て、どういうふうに生きるか、生きているかで世界が全く違って見れる。同じ世界なのに人によって全く世界が違って見えるわけです。で、こういうふうにも言われてます。人は自分の見たいようにしかこの世の中を見れないならば、もう自分がいかに自由で、かつ自分を愛されるために価値がある人間で、もうこの姿、この生き方に使命があるっていう見方で生きた方が得じゃないですか。もう自分の好きなように世の中見ればいいわけだし、自分の見たいようにしか見れないんだったら、もうそうなんですよ。もう好きなように見るしかないっていうか、好きなようにしか見れない。ただ、さらにもっと自分の世界観とかステージっていうものを上げていくとするならば、実はそういう自分よがりの見方っていうか、それもある意味囚われた見方なわけなんで、そういう自分よがりの見方すら捨てて、自分の見方とは全く逆の相対する意見や見方っていうのも包み込むような、言ってみれば、引用マークあるじゃないですか。韓国の旗の中の国旗の真ん中にあるようなやつ、黒の魂のと、なんか、マガタマみたいな黒と白いマガタマみたいな黒と、その中にポチポチって反転したドットが入ってる、あんなイラストシンボルがあると思うんですけど、引用のイメージですよ。自分と相対する意見や見方、世界観、価値観っていうのも包み込むような陰と陽を両方介在させた世界観、世の中にはいろいろあるんだよ、でその2つっていうか、相対する
物の見方っていうのはバランスをとって一つを成していますよっていうぐらいの、もう受け止め方、そのくらいのスタンスで見る。つまりニュートラルポジションですよね。こっちに偏るわけでもなく、あっちに偏るわけでもなく、妹の名前がヨウコっていうんですけど、そのヨウがちょっと難しいようで、中庸のヨウっていう字を書くんですよ。で、なんでこういう名前をつけたのかってお父さんがいつも説明してたんですけど、物事には中庸が大切。まあ、今思えばちょっとそれ不完全だなと思うんですけど、中庸、まあ、バランスが取れた状態っていうのも大事なんですけど、結局両方が大切なんだと思うんですよ。黒い部分も白い部分も両方ともが大切。それを全部もう内包しちゃう、包み込んじゃう。その時初めて世界をニュートラルに、ありのままに見れるんじゃないかなって思うんですよね。これは五輪の書で、二刀流の宮本武蔵が五輪の書っていう、まあ、兵法を語ってる本があるんですけど、その中で説いているまさに空の心、すべてを受け入れる、もう偏ったものの見方をしないっていう、空の心になった時に、まあ、つまり空っぽの器になった時にそこに何でも入ってきますよっていう、そんな感じじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、最初の話に戻りますけど、灰谷健次郎っていうのは偏りがちな世界のものの見方の反対側だから、まあ、世の中の強者と弱者がいるならば、弱者の方に光を照らすことで陰と陽のバランスを取ろうと、おそらく多分無意識的にだと思うんですけど、この人が自分の使命感に素直に生きた結果、灰谷健次郎のミッション、この人が生まれてきてこの世界に果たす役割を果たした男なんじゃないかなって思うんですよ。弱者に光を当てる。で、今まで弱者だと思われていた人を強者に変えるというか、まあ、強者というか必要なもの、この弱者があることでその反対の世界があぶり出される、その反対の世界のウィークポイントっていうのがあぶり出されるみたいな、ちょっと抽象的な言い方ですけど、灰谷作品を読んでいただきたいなと思いますが、おすすめなのはウサギの目、太陽の子、海の図っていうこの3作品です。この中で灰谷健次郎がずらしていく、もう人の価値観、固定観念、そういう氷だといったものをずらして、本当にそれが正しいでしょうか、こういう見方もできないでしょうかって言って、弱いもの、虐げられているもの、大事にされてないものに光を当てるっていう、この作家さんの粋なテクニック、読み解いてほしいなと思います。